なんかさ、私さ、昨日さ、タクシー乗っててさ、タクシーのおじさんがさ、急に急ブレーキ踏んで、ガーンってなって、前の車にぶつかったんかと思って、あの、これ降りた方がいいですかって言って、そうですねーって言って降りて、じゃあ次のタクシー探してたら、お客さんって呼ばれて、やっぱ今のぶつかってなかったみたいですって、傷なかったんで、行けますって言われて、でもさすがに怖かったわ。でも、それでも乗ってるタクシー、警察に捕まって降りたことあるよ。え、それ私もあるね。やばないっすね。なかなかない経験やけど、あの、スミレの時はね、なんかスピー、信号無視だ。え、私もそんなだったよ、確か。でも、なずちゃんではない、一人だったから、スミレは。最近ね、一番おもろいタクシーにあってさ、乗ってたら、うん、スミレが暇だったから切り抜き見たんだよね、自分の。その切り抜きで、スミレがあ、右って言ってたの、桜で。したら、なんか、その、運転手さんが完全に、え、右ですか、はい、はいとか言って、急に右回り出して、え、そっち、みたいな。違いますけどみたいな。それ違うスミレです。マジで笑った。あ、先生、今の私の声じゃないんですよ。スミレの声だけど、スミレの声ではない。爆笑した、マジで。おもろかった、そこまで。弱くない？いや、イヤホンしそのままスピーカーでさ、見てたからさ、これ勘違いするわ。確かに同じ声だから勘違いはするんだけどさ。確かにタクシーの運転手がさ、なんかさ、意味わかんないぐらいにさ、めちゃめちゃ私のことを褒めてくるの。え、なんなんだろうこの人みたいな。私のこと好きなのかなって思って。めちゃめちゃ、なんかめちゃめちゃ褒めてくるの。好きなのかな、私。降りた時によくよく考えたら、なんか私結構その時ちょっと長距離移動で、で最後なんか名刺をされて、またこういうことあったら呼んでくださいねみたいな感じで、あ、お得意様にしようとしてる。そう、色恋営業されたタクシーに。やばいって。怖い。どんなんあるんか。てか今年初めて結婚式に行くんだよね。おお。緊張するんだけど。私も去年初めて行ったけど、なんか、え、どうしたらいいの分かんないんだけど。え、3万円でいいんだよね。3万円でいいと思う。なんか逆に3万円以上だと相手が困るみたい。逆に多すぎるとなんか失礼みたいな感じで聞いたけど。あ、でも私もし結婚式するんだったら、すみれにあれ読んでもらうんだ。友達スピーチ。そうそう、友達スピーチ。やりたい。逆に私すみれの読みたい。え、読んでいいよ。すみれさんは本当にもう困らせられました、たくさん。悪い時間になっちゃうって。とこの人とやっていく旦那さんは大変だと思いますが、応援しています。結婚とかするのかな、なんか不安だわその辺。若い頃すみれさんとはたくさん喧嘩をし言い合いましたが、お互い喧嘩をすることに成長していきました。そんなすみれさんだからこそ、きっといい家庭を築けるんじゃないかなって思うんですよね。そのテンションで言われたら嫌だな。ですよね。桃太郎始まりそうな話かけて。あ、でもこの間さ、なんかさ、お式をするんだったらウィスコ綿棒呼びたいみたいなさ。結婚願望ある？結婚願望あるけど、結婚式はなんかしたくないな。お金もったいないよね。ね、マジで。のお金なんか旅行した方が有意義かなって、家の頭金にしたりとかね、そういうお金いっぱいかかるって話聞くと何もしたくなくなるんです。日々税金で忙しいですにゃー。税金で忙しいですにゃー。死んだ。